矢吹奈子です。22歳です。東京都出身。あと何がある？アイスクリームが大好きです。チャームポイント、お母さんからもらったエクボ、全く同じ場所にあるんですよ。左だけ痩せたら右も出る。スマホの待ち受け、あ、私が今飼ってるインコの3話目に飼った花ちゃん。コンビニでつい買ってしまうもの、砂肝。ファミマの砂肝。好きなご飯のおかず、なんだろう、明太子じゃないかも。あ、しそのミフ。昨日の夜何食べた？昨日あ、キッシュ、パイなしキッシュ。自分を動物に例えるとペンギンって言われます。ペンギン。今一番やりたいことは流しそうめん。夏できなかったので流しそうめんしたい。とびきり可愛い表情、長かった。本作の見どころ、いっぱいあるんですけど、やっぱりキュンキュンするシーンはキュンキュンするし、途中での展開が皆さんびっくりしちゃうと思います。絶対に驚かせます。